補欠合格か。閉まらないな。高望みしすぎたかな。おやおや、その顔は受験の成績が振るわないようだね。 E 組と違って僕らは受験がないから楽で楽で、うん、へえ、そっかそっかじゃあこれから3年よろしくね。あ、カバンね。お前まさかうちの高校に上がるつもりなのか。必死なんだよあいつらも。さすがというか、カルマはクヌギが丘高校の外部試験にさらっと合格。僕はただただ迫るリミット全力怯えてたんだ。現実とは容赦なくて、特に時間はやばいね。それなしじゃ眠れないブランケ、奪われてくのに似てる。たあいもない意味もわかんない、ことで笑ったり悩んだり、第一志望に落ちたんだって竹林。仕方ねえよ、あいつ受けたの国内最難関の高校だぜ。なんであそこでマークミスなんてしたんだ。プレッシャーがかかるといつも僕はダメなんだ。いい組を離れて一人で戦ったらこの程度さほら餌だぞ。趣味が変わるほど落ち込んでんな、こればっかりはな。しかし確率の問題でこういう不運もありますって。第一志望に 90% 受かってたんです。またあのタコが必死に盛り上げようとしてんのが逆効果というかとどめだよな。だな、元気があれば何度でもできるね。何度でも前原定期落としたよ。落としたよ。落とし音落ちるとか滑るのか言っちゃダメ。なんてことに、もう落ちるとか滑るとか竹林君が傷つくでしょう。今後一切禁止します。いや、てめえが一番大声で言ってんだろ。受験生は戦う場所が違いども助け合うべし。以後受験生へのヘイト発言をする生徒は不良生徒とみなし、全員ぴったり七三分けに手入れします。冗談じゃねえぞ。今時こんなベタな金庫問題にすんな。ああ、もうどうもよ。先生の粘液でどんな髪でも滑らかに整えて。あ、楽しい話で空気を明るく変えましょう。三村君、最近面白かったドラマは？そうだな、今年は大河ドラマが結構熱いよ。真田幸村が浪人として参加した。似合うじゃん。浪人なんて不吉なことを竹林君の前で言うんじゃない。誰か他の人、倉橋さん、天気の話で和ませて。最近よく雪降るけどさ、なかなか積もらなくてがっかりだよね。デイデイ、雪が積もれば滑る、アウト。次、寺坂組の。お元気出せよ竹林。こっからじゃねえか。勝負はどう転ぶか分かんねえから。ディーディー
マダロック氏、先生が見本を見せます。とっておきの滑らない話で竹林くんを笑わせます。この前自販機にお釣り忘れてさ、後で気づいてすげえ慌てて、で急いで戻ったのよ。したらまだお釣りそこにあって、超焦ったわ。オチは？デリーン、今のはズリーだろ。明らかに言わせるよう誘導してるぞ。さあ皆さん、先生のようにどんどん元気づけて。もういい。もう十分です。ありがとうございます。くどいほど NG ワードぶっこんでくれて。竹林くん落ち着いて。ほら皆さん、彼を止めて。っていうかさ、この先生がやりたかっただけだろ、この古典的な受験 NG ワードごっこ。先生っぽいイベントだから。え、みんな七三にされた今、もう言えない言葉は何もねえ。受験中は使うのを控えていた罠がある。今なら使える。ちょっと皆さん、死ね。てめえの苦手な落とし穴だぞ。地獄まで落ちてきてさいや。落ち着いてってば。うるせえ、人の受験で楽しみやがって。そうでしたま、お祭りなんですよ受験なんて。あっさり認めやがった。竹林君、落ちたっていいです。高校受験の第一志望ごとき。君の刃は一本だけですか？二本目の刃でもちゃんと勝負ができるでしょ？当然ですよ。滑り止めの高校だろうが、僕の進路に影響はない。なりたいのは医者ですか？それとも爆発物取り扱い？医者ですよ。いろいろ迷ったけど、やっぱりなりたい。それがいい。君に合ってる。君の細やかな知識吸収力、弱者ゆえに身についた強さ、すべて大事に弱い人の味方になってください。わかってますよ。考えてみりゃ NG ワードなんて余計なお世話だ。滑って転んで落ちて、そんなのここで慣れっこだ。渚君にもアドバイスです。君の受けた高校はレベルも高いが併願者も多い。君の実力での補欠合格ならまず確実に席は空く。ほぼ受かると思って気楽にね。はい。多分コロ先生の本心は僕らがどんな高校に進もうがあまり気にしてないんだろうな。どの川に住んだからじゃなくて、住んだ川でどう泳いだか、それを一番重んじる教育方針だから。言ってることは至極真っ当なんだよな、この先生。ねえ、私のメイク落としどっかに転がってない？お、何よこれ、床めっちゃ滑るじゃない。は？整髪よ。そんで何よあんたたち七三で転げ回って、んなことやってたら落ちるわよ受験。同じ落ちるなら恋に落ちたいわ。あ、誰かこの顔捨てといて。滑ってこけたら悲惨だしね。何よ急に先になって。なんかもう無意識に殺意湧くんだよ。効率を残してほぼ全員が私立の本命か滑り止めを通過。コロ先生の暗殺期限まであと29日。ねえ前原、あ、一緒に帰ろうよ。あ、おう、帰るか。珍しいな岡野、お前が俺と二人で帰ろうとか。どうせ受験で不安なんだろう。まだお互い滑り止めしか受かってねえし。わかるよ、この1年の俺らの伸びはコロ先生の授業あってこそだ。高校からは自立してやっていかなきゃいけねえしな。うん、
それもそうなんだけど、そのさあ、あ、週刊ヌルシュンです。男女二人になるとすぐこれだ。常に生徒の恋愛ネタを狙ってやがる。待てよ。おお、岡野、今から二人でカラオケ行かねえか。息抜きによ。うん、チャンス。あー、歌った歌った。よく私の歌う歌全部ハモれるよね。だろう、チャラ男のスキル恐れ入ったか。うん、呆れるけど感心する。そろそろか。でさ、前原、あ、今日あんたが帰るの待ってたのさ。明日2月14日じゃん。なんか当日渡すの照れるからさ。なんですか君たちは。急に後ろから。しょ、失敗か。え、前原、何これ。え、男女が二人で仲良くしていれば先生は絶対覗きに来る。そこを狙うって前原の計画は良かったんだけどな。バカ岡島。え、ひょっとして岡野、前原から聞かされてなかったのか。にゃ、死ね。はあ、はあ、なあ、チョコレート。明日バレンタインか。これはやっちまったな、前原。乙女心を踏みにじってしまったわね。前原君、これはいけません。暗殺も恋愛もどんどん自由にやるべきですが、コミュニケーションが不十分だとこういう結果を生むのですよ。言ってることは正しいけど、のぞき魔に説教されてんのが腑に落ちねえ。決めました。先生から宿題をあげましょう。明日中に岡野さんの機嫌を直し、改めて彼女から直接チョコをもらえなければ、内申書の人物評価をチャラ男にします。はあ、君はまだ本命校の受験を残した身、悪影響が出なければいいですね。ごめん、遅くなって。何これ。地上のもつれ、前原が悪い。え？暗殺教室のバレンタインは一筋縄ではいかないみたいだ。なあ岡野、これ受け取ってくれよ。うるさい。なんで男子の前原くんがチョコ渡してんの。これには複雑な事情があって。速攻で行こうぜ。空きスペースにこのチョコをパスするから、ワントロップしてすぐまた俺にくれればいい。どの面下げて司令塔みたいに指示してんだ。岡島たちから内申書の話聞いたんだから、私から直接チョコもらえばセーフだって。なおさら絶対やるもんか。あの覗きだこにチャラ男評価されりゃいいよ。そういう事情か。考えるより先に体が動く弾丸娘の岡野さんは、こういう策略に巻き込まれるのを一番嫌う。彼女の気持ちは薄々知ってただけに、こじれたまま卒業する二人は見たくないな。ねえ岡野さん、少し話を聞いてあげても。なぎさでもダメか。当分は誰も岡野の怒りを鎮められねえ。岡野様、つきましてはですね、その懐にスタッと、どうも熱いけど何とぞ。コロ先生、もうやめにしてあげたら。日向は素直だけど怒らせたら頑固だから、前原君がどう頑張っても絶対チョコは渡さないよ。いいえ、女の子の心一つつかめないようでは、この暗殺教室の卒業資格はやれませんね。優れた殺し屋はよろずに通ず、異性の扱いとて例外ではないのですから。
なあ岡野、頼むから機嫌直してチョコくれよ。ふざけんな、内申書が欲しいだけでしょ。内申書はこの際チャラ男でいいけどさ、昨日みたいなもらい方じゃ嫌なんだよ。ちゃんと渡してほしくてさ。そのごめんな、気づいてなくて。謝ったって無駄だよ。私がここで折れない性格なの知らないの？知ってるよ。お前のことならこの1年で全部知ってる。例えば？そうだな、ハイキックの時見えてんのに見えてないと思ってることとか全体的にガサツなんだよ、脳筋だから。家庭科なんか俺の方がうめえし、貸した漫画はご飯粒が張り付いてるし、ああ口にもよくついてるよな。どんだけ飯つぼ押しなんだよ。あとほんと暴力がひでえ。ちょっと怒ると引っかくわ、もっと怒るとミドルキック打ってくるわ、さらにさらに怒らすとドロップキック打ってくるわ。だったらこれでも食らえ。最高に怒ると対先生ナイフで喉元をついてくる。野生すぎんだよ。え、仕込みナイフがチョコに？体育の時すり替えておいたのさ。確かにお前から直接もらったぜ。かっこキモいな。よく知ってんだろお前のこと、うん、第一興味もねえ女のカラオケのハモリ全曲覚えねえよ。だけどお前照れると急に黙るよな。ほんと単細胞は嘘つけない。やかましい。まあなんとか一件落着ってところだな。やれやれ、前原も相変わらずだな。卒業までになお進展してほしいですね。何メモ取ってんだよ。これを元に実録ラブロマンスが書けそうです。さらに映画化で大儲けですよ。ぬるはやめて。僕はコロ先生みたいな先生になりたいと思っていたはずなんだけど、なんだか自信がなくなってきたよ。木漏れ日が優しく差し込む大きな窓の中、君と出会ったあの日を遠くに感じた。少しずつ並べた思い